はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、8話が終わったところで、まあこれ全15話というところなのでようやく半分が来たところですね。では第9話をやっていきたいと思いますので、次のマップへ行きましょう。いやー、ラッキーでしたね。オリオン君のファインプレーで探していたスフィアの一つが見つかるとは。この程度僕にとっては騒ぐほどのことじゃない。決めてくれますね。普段は無口で他人に無関心なふりして実は熱い男ってやつですか。とこれ以上はやめておいた方が私の身のためですね。はい、今ブルーが周辺のレジスタンスに協力を呼びかけている。ターミナルベースを失った我々はレイラインをたどって敵中枢を撃つためにも新たな前線基地が必要となる。つまりスピアを奪還し、ついでに北を保管している基地もいただいちゃおうってわけですね。その通りだ。オリオンがデータにアクセスしたことに敵が気づく前に勝負に出る。どうしたんです、節子さん。何か不安なことでも。ありがとうございます、クラビアさん。でも大丈夫です。スピアの反作用が気になるのか。何です、その反作用ってのは。スピア関連のデータで見た。スピアは人間の感情や心で次元力を引き出す器官だが、強力な力を引き出し続けると様々な反作用が起きるそうだ。簡単に言えば良くないことが起きるってことです。いえ大丈夫です。それについては最近はほとんど見られませんでしたから。え、では何を気にしている。強大な力に打ち勝つために自分たちも強大な力を持つ。そうやって戦争が広がっていくことが。バカらしい。結局おじけづいたってことか。そうじゃないわ、オリオン。戦わなければ守れないものがある。そして私が戦うことで悲しみが広がっていくのを止めることができるのなら、私は悲しみに負けない心。それでこそ悲しみの乙女のリアクターだ。くだらないね、そんなことのために戦うなんて。ありがとう、オリオン。あなたがバルゴラを見つけたことに感謝するわ。バルゴラグローリー、悲しみの乙女のスピア搭載機。あの機体は私にとってスピアを搭載している以上に意味があるの。意味？そう、それは大切な人たちとの絆というべきものよ。泣かせるじゃねえかよ。ああ、全くだ。節子のやつ、口には出さねえが、デンゼルの旦那とトビーに会いたいんだろうな。そいつらが話に聞く節子のチームメイトか。おうよ、お前らの世界に飛ばされて以来、ずっと消息不明だがな。生きていりゃいつか会えるだろうさ。そいつらにも、メールにもよ。ああ、オキツネ博士にも、エスターにも、マルグリットにもな。ふっ、そうだな。そのためにも頑張ろうぜ、俺もお前もよ。ああ、ついでってわけじゃないが、絶対に守ってみせるぜ、節子。おう、あいつに泣かされるのはいいが、あいつの涙はもう見たくねえからな。第9話、悲しみの乙女再び。とりあえず全員出しましょう。あれ足りない。待って、チーム編成ネクスト3しか出せないんだ。ってことはこいついらない。じゃあこれでいくか。出撃1、2、3、ほい。まさか出撃できないとは、この人数で。あっさりと接近できましたね。やっぱりこっちがバルガラの情報を入手していることには気づいてないみたいです。あとは防衛部隊を叩き、この基地を制圧するだけだ。敵機来ます。出てきたか。それなりの数ですが、やってやれない相手ではないですね。時間差で周辺からレジスタンスが援護してくれます。どうしたんです、クロウさん。嫌な予感がする。ああ、俺も同感だ。気をつけろよ、節子。はい、バルゴラグローリー、必ず取り戻してみせる。3体内全滅か。このな、戦艦も指揮官能力がないからな。とりあえず固まっていくか。よし、こんな感じで1
応ハードモードになってますからね。42って届くか。一応当たった35、当たった760。40% か。よし、かわした。とりあえずじゃあ集中はかけて、ちょ敵陣の中には突っ込ませるか。ある程度プラズマブレードで、こいつも集中クラスをかけて、イーグルショットでワイト。戦艦はな、ちょっとあんまり行ってもしょうがないしな。こいつ集中がないのがな、ちょっと変えよう。このターンは強いな、やっぱりこの機体で。こいつは集中と、ちょっと機動力が弱いかな。戦艦はこっちの方にしとくか。 OK。結構長距離狙ってくるな。あ、当たってる。艦隊内を全滅できるか。結構残ってるぞ。ディメンションリベレーター、オール武器がみんなないからな。反撃で倒せるやつはとりあえずほっとくと。こいつだな。そうすると倒せねーし。アクティブカノン、くーらえ。オッケー。あとは SCP-5 が、いやー、これ3体内に全滅できないな。こいつが残る。ダメだった。そうだよな、もう4ターン目だもんな。うわ、セツクも減ってるし。修理。マキシマムブレイクは使えるけど、セツコはタックが組んでないからな。とりあえずセツコ動かせる状態にしとこう。なんか起こるかもしんないから。よし、防衛部隊は片付いた。ランドさんとクロウさんの嫌な予感は当たらなかったみたいですね。そうだな。まあきっとここは防衛メインの施設で、じゃなくて研究メインの施設で、防衛は手薄だったってことだな。では節子さん、バルグラとの感動の対面といきましょう。はい。いやー、そううまくいくか。ははは、引っかかったな。出たギルタ、この基地が貴様たちの墓場だ。おうおうおう、
なんだよこりゃ。お気に召してくれたかな。貴様たちを歓迎するために用意したスペシャルプレゼントだよ。なんとこっちが来るのを知っていたとは。オリオン、ありえない。僕のクラッキングは完璧だった。だがよ、現実に俺たちは罠にはまってやがる。そんな、じゃあ私たちは。そうだ、貴様たちはわざわざここに死にに来たのだよ。こちらが本命の防衛部隊か。あっちの色付きのやつは例のねちっこい連中が乗ってやがるか。で、白い方のあの独特の動き、昆虫野郎かよ。では第2幕を始めよう。くっ、頭がクラクラしやがるぜ。気に入ってもらえたかな。さっきのマルファンクションショックは貴様たちの生体機能に直接ダメージを与えるものだ。その状態で私の用意した残酷な狩人たちと戦ってもらおう。その気になりゃ俺たちをやれたかもしれないってのにまどろっこしい手を使ってくれるぜ。これまでの貴様たちに味わわされた屈辱を晴らすためにはこれでは足りないくらいだよ。さあ行け我が軍団よ。私の受けた屈辱の万分の1でも奴らに食らわせてやるのだ。ランド、分かってる。何としても節子だけは守るぞ。え、来やがれギルター。くだらねえ手を使ったことをあの世で後悔させてやるぜ。とりあえず動けるんだ。う、射程が届かない。あの基地の上とか乗るとなんかあるかな。カマキリっぽいやつだな。つえ全然つえんだけど。これいくつ食らう。1200か、そこそこ食らうな。うわ2500って、これやばいな。ガードしないとやばくないか。1049。うわ命中率たっけえな。これ落ちるぞ。落ちた、やばい、ゲームオーバーっぽいゲームオーバーになっちったよ。ちょっとここまで持ってくか。はい、まさかのゲームオーバーになってしまったんでとりあえずここまで戻ってきました。ちょっと見てみるともう精神ポイントがみんなないっすね。あのバチバチバチってやつでみんな精神ポイントがなくなってるんで、こいつなんであるんだ謎だ。まあいいや、とりあえず殲滅していきましょう。くらえー、気力も下がってるか。どうだ。あ、気力53、やっぱめっちゃ下がってますね。攻撃力がなんか弱えなと思ったら直感も使えない。だからただこいつは強いのなんでだ、理由がわからないけど、まあいいや。くらえ。このままでは。大丈夫です節子さん、救援が来ました。うん、頼りない。来てはダメ、もう遅い。救援が現れるのも承知の上を。ああどうなっているんだこれは。ははは、飛んで火にいる夏の虫とはこのことだ。愉快愉快。もうやめてギルター。節子オハラ、貴様の弱点は自らの痛みではなく他人の痛みに耐えられないことだ。この惨状を止めたくば我が元へ来い。ダメだ節子、あんな野郎の思い通りになる必要はねえ。こんなピンチは。貴様たちは黙っていろ。くそ、だがよ、こんなのはへでもねえぜ。ならばこちらはどうだ。やめて。ダメだ節子さん、あんなやつの言いなりになっちゃ。でも俺たちは俺たちで何とかする。あんたたちは最後まで戦え。そうだ、あんたたちは俺たちに残された希望なんだ。だから節子さん戦ってよ。私は目障りな雑魚め、そこまで言うのならその命を差し出すことであの女を自由にしてやるんだな。
うわあ。ここは、うわあ。ここはあの子の心の中、私の意識が彼にシンクロしている。嫌だ、死にたくない。お母さん、お母さん、助けて。こんな戦いを続けていてはダメだ。私は悲しみを止めてみせる。そのためには、あれはバルゴラか。バカな、なぜあの機体が勝手に動いた。機体と何よりガナリーカーバーが変わっている。サイデリアルで改造されたのか。バルゴラ、あなたの力を私に。あれが悲しみの乙女か。たかが一気で戦局を変えられるものか。私は一人じゃない。私には共に戦う人たちがいる。すげえ、体の中から力がみなぎってくる。次元転移法の逆転の時と同じ、いやそれ以上です。節子のバルゴラがやったのか。悲しみを止めるための力。彼女はサードステージに踏み込むことで真理へと近づいた。レジスタンスの皆さんは交代してください。しかし急いでください。了解した。君たちの健闘を祈る。負けないでね、節子さん。こいつ結局生きてたのか。うん。バカめ、玉よけを自ら下がらせるとは。ギルタ、うお、次は外さない。節子、いつもの節子とは違う。あの昆虫兵士まで蹴落とされてます。おのれ、節子原、その程度の脅しに私がひるむと思うなよ。ギルター、私はあなたを撃ちます。もうこれ以上悲しみを広げさせはしない。あれ、結局集中と。あー、オール武器ないんだこいつ。マジかー。とりあえず集中。減らせるやつは減らしていこう。で、倒せるかな。3156か。 OK。 これ何、直線か。これをオール武器として使えっていう感じね。GS コンバットアクションでいきますか。じゃあ 40% あんの集中かけたのに。マジで直感使うことになるじゃん結局。セーブしようっと。まあ、あとどれくらい食らうかにもよりますけれども、とりあえずギルタ、あなたを放っておいたらさらに悲しみが広がっていく。なんだこいつ。だから私はあなたを。何が悲しみだ、そんなものにかまっていられるか。バルゴラ、私に力を。あなたは悲しみを広げる存在。力を貸してバルゴラ。力に、悲しみを止めるために。これがスフィアリアクターの力。食らった。おー、食らってる。まあいいや。
戦艦ごときじゃ止められん。食らったら死ぬなこれ。私は戦う、戦わなきゃならない。世界から少しでも悲しみをなくすために。当たんなよ。よしよしよし。誰か一人派遣しよう。加速持ってるやついないのかな。検索、加速、アドベント、じゃあ行くか。レッツゴー。いやー、行く前に勝負つきそうだな。ただマキシマムブレイク、いや、どうしよう。リベレーター届かねーし。アクティブカノン3600か。倒せねーし。バルグラはどうしよう。2つかけとくか。あと1発食らったら落ちますからね。ちょっと2回目のゲームオーバーはさすがにめんどくさいんで。GS コンバットアクション、クリティカルが出れば多分倒せんだけど、出なかったか。ではこれでグッバイですね。 47% か。当たった。2924。もうめんどくさいな。これはかけてあるから、ポイント。おお、カウンター。1900ってことはガードすれば1500くらいか。まあちょっと保険のためにガードしますか。おお、こういう時にはかわせるんですよね。さあ終わりだ。直感グッバイギルター。あなたは悲しみを広げる存在。私は生きる。私は死なんぞ。死んでたまるものか。お、高性能レーダーだ。いかん。あの機体を失った上さらに敗北したとなっては私は降格を免れん。だったら命がけで来いよ。白黒つけようぜギルタ。こんなところでこの私が死ぬことはサイデリアルにとって大きな損失のはずだ。ここは撤退する。そしてこの屈辱を再起のバネにしてやる。くだらねえごたくが多い男ってのはどうにも好きになれねえな。あいつが無口な野郎でも仲良くなる気はしねえがな。バルゴラ、ありがとう。バルゴラ、私の思いに応えてくれて。これからもよろしくね。そしていつかチーフやトビーと一緒に。節子さん、寝てしまわれたみたいですね。少しだけそのままにしてあげよう。今日はさすがに疲れただろうから。そうだな。そして目が覚めたらまた新たな戦いだ。スフィアの一つを奪ったとなりゃサイデリアルも俺たちを叩くのに本腰を入れてくるだろうさ。だが今は悲しみの乙女に束の間の休息を。気を失ったんじゃなくて寝たの。節子はバルゴラから降りたら今度は気絶するように眠ってしまいました。そうか、大丈夫ですよ。今はオリオン君とサルディアスさんがついてます。
おいおい、眠れる乙女に男2人は危険じゃないか。でもオリオン君は節子さんにぞっこんですし、サルディアスさんはああ見えて紳士ですよ。とは言うがな。ふふ、そんないけない妄想をしちゃうなんて、クロウさんも男の人なんですね。わかったわかった、わかったからお前も節子についてやってくれ。はい。クラビアのやつ、随分と明るくなったな。節子が引き出したスフィアの力のおかげかもな。あんなことまでできるとはよ、改めてスフィアの恐ろしさを思い知らされたぜ。だが今日勝てたのはギルターが妻団市場を挟んだおかげだ。どう見るクロウ、やつが俺たちの動きを知っていたことを。疑い始めたらキリがね。情報を引き出したオリオン、サイデリアとつながりのあったサルディスとクラビア、共同作戦を依頼していたレジスタンスのグループ、それにアドベントか。ああこりゃ考えるだけ無駄だな。そういうことだ。さらに突っ込めば俺たちの疑心暗鬼を煽るためのギルターのブラフかもしれねえ。要するに俺たちは進むしかねえってことか。ザ・ヒートとしちゃお好みの展開だろう。そっちこそな、ジ・アンブレイカブル。何はともあれバルグラは戻ってきたんだ。望みはあるさ。バルグラの改造はともかく、あのガナリーカーバーは、クラビアの見立てじゃカーバーに搭載されたスフィアをバルゴラからよりダイレクトにコントロールするための装備らしい。よくわからんがスフィアの扱いはサイデリアルの方が上なんだ。うまく動いてんならそれでいいか。そうだな、それ以上はセツコが決めることだ。ま、当面はデンゼルの旦那とトビーの役は俺たちで賄おうぜ。その必要はねえかもな。そうだな、もうセツコは誰の助けもいらねえのかもしれねえ。だが、ああ、わかってるさ。あいつを悲しませるようなやつは俺たちでぶっ潰してやろうぜ。そしていつか全ての戦いがなくなるといいな。そういうこった、デンゼルの旦那にトビー。いつか必ず会えるって信じてるぜ。再会した時には節子を褒めてやってくれよ。あいつはグローリースターの看板を立派に守ってるぜ。というところで、とりあえずバルゴラが入りましたね。まあ、オール武器がないっていうのがな、ちょっと。アップ兵器でなんとかするか。あ、改造引き継がれてる。とりあえずじゃあ、3段階ずつやると、大丈夫だな。ハーフまではちょっと持ってきたいっすね。12万か。OK! 移動力プラス1、特殊能力、エネルギー回復症、OK! 武器な、鍛えたいけどな。あとそうすると、どうせガンレオンとリ・ブラスターも手に入りそうだし、こいつどうしようかな、ハーフまで持ってこっかなっていうのもあるけど、お金が足りない、お金がいかんせん。まあ、こいつは多分裏切ることはないと思うけど、こいつらは怪しいですからね。もうオリオンとか絶対裏切るし。というところで、バルゴラ手に入ったところで第9話。これで終了したいと思います。